こんばんは。今日も張り切っていきましょう。さあ、10月3週というか、もう1年ももう終わるね。早い早い。那覇作りさん、ナバ作りさん、ナバゾウさん、ナバゾウさん、名前の関係はあれかな、あれなの、権利取ってないのかな、名前って。なんで名前全部微妙に違ったり、そのままの人がいたりするんだろうね。権利関係なんですか、なんすかね、どうなんでしょうか。その辺は私には分かりませんが、セレッソぶっ倒せ。実際ここで勝たなきゃマジでまた消化試合できなくなっちゃうんだよな。オッケー。リベラーニがいいね。リベラーニはここぞというところで点を取ったりするから嬉しいよね。まあ、結構みんなそうなんだけどね、ここぞって時に点取るからね。みんな早くワールドチャンピオンシップが見たいよ俺は。もうワーちゃんが一番見たいよ俺は。ワーちゃん勝てそう、今年ワーちゃん勝てそう。さすがにね、なぜロナウドを強奪したかっていうところをやっぱりアンダー23代表戦、あそうアンダー23だそうだ、これまで異国の地で頑張ってきたのが認められたわけだ。遠い国にもこれだけ素晴らしいクラブがあるんだと俺様の国にも伝えてきて、ああマジでありがとう、ポルトガルに伝えてくれるんだ、クバチ選手。あすごい、クバチも23、すごいな。リベラーニが選ばれですか。ロナウドとクバチが選ばれた。クロアチアと、ポルトガルの代表が2人いるわけですな。てかイタリア代表もだったしな、リベラーニも。そう考えたら信じられないぐらい代表多いですね。でも代表選ばれたけど、うちの試合出れんのかな、どうなんだろう。よし、ハッスル。3、2、1。ハッスル。何年前かな、これ。10年ぐらい前か ?10 年ぐらい前ですかね、これね。3、2、1、ハッスル。懐かしいな。アジアクラブチャンピオンシップ決勝トーナメント。あれ?これって、アジア、ん?俺 ACC?あ、そうだっけ。すっかり焦った、うん、もう結果見よう。裏に負ける気がしねえ。もう絶対負けねえよ。ロナウドいいんだぜ、こっちは。クロアチアとポルトガルの代表いいんだぜ。負けるわけねえだろ。もう代表の数だけでちょっと戦いたいよね。クロアチアとポルトガルの代表に選ばれた人間しか試合には出れませんっていうルールをやったら、うち2人向こう0人だから、多分勝てるだろう。ひたすらキックオフしてボールを相手のゴールにシュート、超エキサイティングで90分間やるだけだから、多分90何点入るんじゃない、100点ぐらい入るんじゃない、1分に1個ぐらい入るのかな、入んねえかな、どうなんだろう。中山さんにちょっとサインカード販売。さあロナウドより売れるかな、あんま売れない、ロナウドよりは売れないんだ。ロナウドと一緒ぐらいか。この時期だと桑原さんかな、もう引退抗議をしなきゃいけないし。デカルタ仙台、映えでも出すか、久々に映え。まずまずの人気イラン、これでいきましょう。ゴー。連携があんま良くないからね、本当に点が入んないことがありますけども、まあ連携ってどんぐらいで上がってくのかね、どうなんだろう。1年ぐらい使ってれば上がるのかな。よしよし、これで残すホーム戦はあと1試合になりました。多分そこで来る桑原さんの引退試合が行われるでしょう。よしよし、 OKOK、 よし ABCC1 回のやつって6億ぐらい入るって、もうメジャーリーグとかどんぐらい入るんだろうね。一回試合やったら何十億って入るのかな、どうなんだろう。はあ、ミクリア、ロナウド、中鳥、川口さん、得点ランキング、うん、ゼコすごいな。ゼコ40歳なんだけどな。お薬やってんじゃないか、ゼコお薬やってる説。
レベル2、巧みで絶妙なプロモーションプランの割引術。あ、これあれか、 年の始まりで何のプラン選ぶかがすごい安くなるのかな。さあ残り10分で試合までいけるかな。桑原さんの引退試合だから、ほんとマイクプツプツなんないようにしたいな。アウェー観戦ツアー広島。どうしよう、もうパブリックビューイングしよっか。露天誘致最後の試合だからな、何しようかな。ラジオの全国特番でもするか。桑原さんに行かせよう。さあ2戦はだいぶバーッと飛ばしていいけど、クバチが特別練習をいました。あいあい、精神的なやつか、どうなんだろう。あんまこれ伸びる感じがしないんだよな、どうなんだろう。そうそうそう、平山に AC 当てに。平山さんは出したくないな、長友が取れないから出したくないわ。てかディフェンダーがうち本当入ってこないんだよな、ディフェンダーが入ってこない、入ってこないというか入れてないのかな、うちが。あららら。あららっていうのがもうよくわかんない。今のはマジでよくわかんないこと言っちゃったな。今のあららは何のあららだったんだろうね。さあ通しましょう。はい、アウェー。これなんだっけ、ジャパンカップトーナメント、ジャパンクラブカップトーナメントか。そうだね、ジャパンクラブカップトーナメント。まあもうこんなん見てる場合じゃないです。桑原さんの引退試合が見ないんだからこっちは。さあいけるか、よし、ゴール、優勝だろ。関さん1点、 OK です。OKOK。そして今不安なのが、ロナウドが左ウイングでちゃんと出てるっていうのが記録されてるかどうかがすごい不安ですね。俺の勘違いで実は左ウイングじゃなかったみたいなのがあるとすごく怖い。あっという間に100億で退団しちゃう可能性があるってことだ。怖いな。まあもう一回秘密交渉すりゃいいんだけど、毎年100億でレンタルしてるみたいな。なんだろう、なんかわかんないけど飛ばしちゃおう、飛ばしちゃえ。試合へ。さあ微妙な時間になりましたな。16分ぐらいで切り上げないと音声がプツプツ切れそうな感じがするんだけども、どうしようかな。ギリギリいけるか、6分ぐらいで試合見れるかな、見れるか。よく見たら無理だね。よしよし、これで優勝したべ。多分これで優勝したぐらいじゃない、これで。無理かな、まだ早いかな。4点差、まだか、まだギリギリあるな。あと2戦あるからな。次のホーム戦で勝てればいけるのか。日程進行して、さあ最後の桑原さん最後のホーム試合見たいですな。うわー、なんかあれだ、緊張すんな。まあラジオ特番桑原さんですな。引退の挨拶をして試合に臨みましょう。ん？あ、優勝、あ、これで勝てば優勝なんだ。ん？今回行ったプロモーション大成功、よかったよかった。まさか最後の最後に大成功なんて言われるとはな。大成功。よし、じゃあ見ますか、男桑原最後の勇姿、横浜 F マリノスで花と散れるか。散っちゃダメか。散っちゃダメだな。どうしよう、両サイドにせめて中山さんと一緒に出したいな。
これ出すか。うん、よし行こう。サッカーを愛する皆さん、こんなでかいクラブに当たんない、うち桑原さん感慨深いだろうな。やっぱ運動場みたいな小さなところでやってた時代からすると、こんなでかいところでうちはサッカーやってるのかっていうのを興奮するよね。さあ桑原さんは試合に出れるのか出てないのか、レッドカードかレッドカードじゃないのか。さあレッドカードでおなじみのフアン・カサレス選手も元選手も現在球団職員ですが、なんと外、ホームの端の方で見ています。端の方で見てるのかな、関係者席で見てるか、さすがに。さあ高木さんはこれを、桑原さんがパスを出して中山さんがさらに佐々木にパスを出す。佐々木がこれを、うん、決めれない。さあこれをボールキックか、来た桑原、出せ桑原さんに、来た、ああ桑原さんすぐパス出しちゃう。もう年齢の衰えがすごいのか動けないのか分かんないけど、来た。さあこれはどうだ、さあ中山さんがゴール。まあまあとりあえずこんぐらいはねやってくんないと。よしよし、でかいとこやってんなうちも。さあどうでしょうか、桑原さんの目にはもう涙か。おお、ここでファウルをしてしまう。まあ引退するからな、イエローカードです。さあ桑原さん思わずイエローカードを興奮してもらってしまいました。ほらお茶目な桑原さん、1点決めれるわな。さあ池本さん守備がうまい。さあ桑原さんが受ける、桑原さんがさらにボールを右サイドへ、高木さんが出してロナウドが奪う。さあこれを佐々木がまた奪い受け、佐々木さんがこれを中山さんにパス、中山さんがテクニカルトラップ1位、うまい。これを決めるか、決めれない。ん、なんか決めた、中山さんがなんか決めたふわって決めた。よしよし、とりあえず中山さんの祝砲が2発。さあ佐々木さんに対して、佐々木さんバカな顔してんなあいあいあいって顔してんな佐々木さんダメだよ、大阪さんの言うことはちゃんと聞かないと、あいあいあいって感じで聞いてたからダメですよ。ここからどう、うん、お、ミクリア奪った。さあ攻撃がどんどんつながれていくか。桑原さんちょっと歩いてないか、桑原さん、あ抜いた、桑原さん抜いた、パス出した。さあ中盤で躍動している、中盤で躍動しているのは桑原さん。パワープレーで崩せ。さあ桑原さん、桑原さんなんか以前のようなシュートの活躍は全く望めないな今。おーし、ファール、よし、イエロー。さあこのフリーキックを桑原さんに出してくれ。ああ中山さんが、ああおっ、ああ中山さん、桑原さんこれなんか変なヘディングしたな。さあもう一回、もう一回桑原さんに見せ場を、来た池本、桑原さんに見せ場を、あキーマン桑原さんすりゃよかった。なんだこのセンタリングはなんだそのセンタリングは、いやいや、なんだそれは、なんだその思い切った攻めは、何の攻めだったんだ今のは。ああ桑原さんの見せ場がないな、イエローカード、最初のイエローカードだけが唯一見せ場だったな。さあイエローカード乱発しております。しかしこの試合で勝てれば J1 優勝が決定する。そんな中でさあ最後ラストプレーか、ラストプレー桑原さんで終わらせてもらえない。しかし優勝しました、よかったよかった、優勝できて、いやよかったよかったよ。この優勝した決定の時に桑原さん床をな、桑原さん積極的に床をな、
いや、いいですね。優勝できました、久々に。久々でもないか。久々に見ただけか。優勝してんだ、ずっと。いや、よかった、よかった。イエローカードが見れたのが嬉しかったですね。カサレス、当てつけのようにイエローカード。このイエローカードは親友カサレスに送ります、みたいな。そんな熱いイエローカードを見れて嬉しかったよ。いやー、桑原さんお疲れ様でした。J1 優勝。うん、優勝しましたね。リーダーやったね。桑原さん、引退試合でしたよ。桑原隆介選手、引退か。これまでありがとう。500人減りました。よかったよかった。よし。じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。